こんにちは皆さん。今日はめっちゃテンション上がってます。じゃじゃん、 DJI オズモアクションやっと手に入れました。台北で発売になったのが、公式ストアが6月22日発売だったんですよ。で、僕行った時6月の19日かな、行った時にその予約もういっぱいになってるって言われて、って次作るのって言ったら、まだ見てっていうことで、多分7月になるって言われて、それだと日本に帰ってビッグカメラとかヨドバシカメラで買った方がいいなってのを思ってたんですけど、今日25日に夜電話かかってきて、一人キャンセルが出たので、あなたの分あるよって言われて、それでもうすぐ自転車かっ飛ばして30分ぐらいかけて行って、あとはプロテクターと、ここにつけるこういうやつですね。あとなんと予約者特典で DJI のバックパックで、この箱に入ってるからそんなに大きくはないと思うんですけど、先にバックパックを開けていきたいと思います。テンション上がるな DJI。 別に匂いはしないですね。かっこいいなこれ。お、あ、これ自体がバックパック。おー、なるほどなるほど。 DJI、 おー、これかっこいいな。あ、結構大きいですよ。あ、普通に背負ったら、あ、いい感じのバックパックだ。やったぜ。軽い、買い物とかにはいいですね。いや、 DJI バックパック、もうまずかっこいいですよね、この DJI。 よし、あと袋もかっこよかったんですよ。袋もいい感じ。よし、それでは開けていきたいと思います。久しぶりだな、新しい新品買うの。 iPhone7 以来2年ぶりぐらいに新しい製品。iPhone と一緒で開けづらいな。オズモアクション、押す式かな、いや違う、開ける式か。え、あ、横か。あ、逆挟んだよ。テープって切るの？お、ちょっと待って。
たー。おお、新しいいい匂いがしますね。では開けていきたいと思います。中身はまず本体、オズモポケット、そしてこの下には乾燥剤ですね。開けていきます。どこから開けるんだ、こっちか。アクセサリーですね。お、あとは紙の説明書も入ってますね。フォーマーインフォメーション、ここに行って調べ、ここに行ってみてくれってのと、紙の説明書と保証書かな、いや違う、保証書ですね、12ヶ月の保証となりますということです。いいですね。説明書、日本語でも書いてあります。これは使わないかな、戻しとこう。内容物、ああなるほどね、ついてる、よいしょ、よし、3M の、GoPro とかと同じやつですね。ちょっと仕様が少し違うのかな、ん、今のとこどうなってんの、いいのか、ちょっと今浮いてたけど大丈夫か。こんな感じと DJI、 この平面のやつですね、平面のやつ、貼るやつ。あとはケーブルが、何のケーブルだろうこれ、ああなるほど、この回していくやつ、スクリューと、これはUSB-C が入ってます。いいですね。あとこれはなんだ、おお、なるほど、バッテリーですねこれ。でこのバッテリーケースが、もちろんバッテリーも1個入れれるんですけど、ここにマイクロ SD が入れれるんですよ。この機能がすごくいい、おしゃれだし、 DJI って書いてます。よし、ただ今回のにはこの、これがついてきてないですね。これあの DJI オズモ、オズモじゃない、僕が持ってるこのドローン DJI スパークってのを使ってるんですけど、これ買った時はこれも付属だったので、これが省略されてますね。これ結構大きいやつ、何ミリできるのかな、2アンペア出るやつで結構重宝してます。これ併用しよう。それでは実際につけていこうかな、電源、あ、電源まずこれ開けないといけないのか。これがまず GoPro の時より硬くない、簡単に、もちろんちょっと力入れますけど、これいいな。オープン、あれ開かない、よし、そして本
った。ああなるほど、そっか。中にバッテリーが入ってないので、まずバッテリーを入れないと。あれ、向きが逆。こっちか。おお。スクリーンまだつけた、つける、つけようかな。長押し。早っ。イングリッシュ、あ、英語、言語設定がありますね。この滑らかさですよ。今これシール貼ってるからあれですけど、はあ、すごいな。言語、英語、中国語、日本語、韓国語、フランス語、デウスチってどこだろう、ドイツ語かな。とりあえず日本語にします。まずはアクティベート、これアッてします。スキップ。日付設定、日付今日は6月の23かな。26だ、全然違う。6月26日。うわ、これめっちゃ滑らかだな。午前0時2分。使用前にアクティベーションする。省略されたアクティベーション枚数。そしてこのスムーズさ、わかるかな。ロックステディを有効にします、もちろん。でこれ 4K の60フレームまで撮れるんですね。まあ 4K30 かな、最初は。ボイスコントロールとかももちろん全部あって、で何が一番すごいって、ここ2回タップしたら、あれ、ちょっと待ってね、クリック、よし。ここ2回タップしたらこっちにスクリーンが行くんですよ。カチカチ。この機能がすごい大事で、僕にはこう自撮りするときにここに見えてたらこう確認して撮れる。この機能だけでもう本当に買いだなってのは思いました。では次回の動画では、まずここ あのガラスを貼ったりしないといけないので、ガラスと貼って撮影の動画、出していきたいなと思います。今日はオープンだけです。カチカチ、この音は消せます。それでは、これを800円ぐらいで買いました。公式ショップで売ってたんですけど、純正品ではなさそうですね。これはもう開けたら使わないので、やっぱりガラスが割れたりするのは嫌なので、いくらアクションカムといっても、すごいちゃんとしたケースに入ってる。びっくりした、何か入ってるの、なんかいっぱい入ってるな。こんなんまで入ってますね。これは説明書はないですね。1小さいの、小さいの3つ。ああ、なるほど。スクリーンと、カメラのところとこっちのスクリーン、3つですね。大きさで分かるか。ここと、ここと、これ丸になってる。なってないの？あ、丸になってる。あー、こういうの苦手なんだよな。苦手というかしたことないかも。ほとんどお店の人にしてもらってるので、いつも初めてやるんじゃないかな。何？この青いの何？
こっちか、ん、え、どっち、あ、こっち、間違った、貼り方合ってんのかな。間違ったし、今盛大に間違った。あぶな、てか置いたよね今。やっちまった。 This sticker helps to remove the mask from the screen guard. Please peel off the mask with this sticker. マジか。まあいいや、いや、枯れたからいいや。ちゃんと空気も入らずに。まあこっちの画面はそんなに大して大事だけど。ポシポシ。ほっほっ。貼れました。ポチポチ。大事なのはこっちです。こっち側のスクリーンが大事なので、ここはまああくまでサブ。あ、びっくりした。なんか白いのついてると思ったらここでした。ではここからが一番重要です。あとこれも回したら外れるんですよね。結構最初は硬いって書いてあったけど、あ、うん、なるほど。 GoPro よりはでも簡単に取れる、ね、なのでこれ自体が割れてもまだ下にカメラがあるのでこっちが割れなければ大丈夫です。あ、でも結構軽い軽いで、ここ ND フィルターとかが付けれるので、ここに新しく ND フィルターとかもつけていきたいなと思います。これ緊張しますね、すごい。おお、何年ぶりだこれするの、こういうのするの。5年前のと比べてすごく貼りやすくなってる。 4,5 年前全然こういうのってなんかうまく貼れなかったイメージがあるけど、やっぱり新品で買ったのはこういうの絶対つけたいですよね。今日買わずに出てきそうになりました。いやー気持ちいい。ではこのアプリとかも入れていきたいと思います。